はい、こんばんは、もうすぐ始まりますので、少々お待ちください、今準備が、みんな整ってるかな、整い始めているので、もうしばらくで始まります。山京さんどうですかね。あ、調子は大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい、はい、じゃ あ最初は僕ですね。はい、毎度おなじみ渡部正人でお送りしております。はい、で次は、大月文太くんですね。はい、よろしくお願いします。はい、します。今もう映ってます。で次が岩永まなちゃん、昨日に引き続き、はい、はい、お登場で、もう早速動物の森がはい、今日は、猫ちゃん登場で、山京さんの方は、はい、はい、はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、ワンちゃんがどっかに、あの今お座りしててちょうど四角に入ってじゃあ後に登場ということで行ってみましょう。早速なので、まあ、ちょうど時間も、過ぎてきたので、1曲目この前、文ちゃんが持ってきてくれた曲ですかね。はい、あ、すいません。はい、了解です。はい、曲のタイトルは何でしたっけ。ダウンサウスって曲です。ダウンサウス、はい。じゃあ、まずじゃあ手始めに1曲目ちょっと、はい、行ってみましょうか。ちょっとお願いします。はい、いただきます。Thank you.
I'm going to go to the hospital.
やあ、あった。いやあ、渋谷にお送りしましたね。はい、いかがでしょうか。今日も、割と順調にお送りできております。コメント等々、いただけたら、いろいろお答えしようと思うのでよろしくお願いします。ます。いいですね。あ、もう高評価を一ついただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。あ、でも今日ね、いいですね。なんかあのノイズも少ないし、なんかフィールもなんかリハっていうかサウンドチェックの時からなんか順調ですねっていう話で。いやいや、随分でもやりやすくなりましたね。個人設定も結構あの負荷をかけてる状態でやってるんですけど、うん、なんかそれぞれギターの音もすごいしっかりセパレートして聞こえるので、うん、ヘッドホンとかイヤホンとかはめてみるとまた、聞こえ方が違うと思うのでぜひ、聞いてみてください。ぜひ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 、うん、昨日はね、まなちゃんもあの一緒に別で、連日放送重なってたんですけれども、はい、今日は今日で全然違うスタイルでね、全く違います。ベースもせっかくなんで変えてみました。あ、そうだね。そうそうそう、はい、そう、もう本当にいろんなねジャンルがこれでねコロナ禍だとできるからいいですね。うん、うん、あの山京さんも文ちゃんも非常に素晴らしいギターをこのステレオで聴かせてくれてるから、2人ともその音作りとかも音色もちょっとずつ違うし。あれ文ちゃんも持ち替えた。持ち替えました。俺はさっき1曲目をこっちにしてみました。なるほど。あ、そうか、なんかね聞こえ方違うなと思ったら、うん、そう、なんとなくそこにしてみました。いやいや、渋い音だった。次何やるか分かんないけど勝手にギター変えてる。そう、俺次何やるか分かってから決めようと思ってます。はい、こうやって自分の機材をすぐに取って、すぐに、ね、自分で演奏できるっていうのもならでは。確かに。だよね、こんなに特化引っかいできないですからね、あんまり。うん、今日も2人ともあのアンプからマイキングですかね。あ、そうですね。なるほど。じゃあ、もうもろその音作りの感じがよく聞こえるので。そうですね、これもかなりレアなんじゃないかな。なんかマイクで撮った音をそのまんまこうやってイヤモニとかヘッドホンで聞けるっていう、うん、確かになかなかね、アンプの横で耳を澄ませてあの音楽聴くことなんてないから。ちょっと生々しくて怖いですよね。耳がアーってやられる感じかな。しかも修正なしですからね。あ、そうだね、うん、うん、なんか下手したらヘッドホンとか聞くと、うん、ライブよりも鮮明に聞こえるかもしれないから、うん、そうですね、これはまあある意味レアな感じになると思います、うん、はい、ということで、お、見てる人は多いけどコメントはまだあれなので特に来てませんので、曲を徐々に進めていこうかな。はい、はい、じゃあちょっとゆったりな曲をやったのでアップテンポな、スカートライブからやりますかね。はい、よいしょ。このセッションでおなじみで昨日も、僕とマナちゃんは、ギターの岡聡君と一緒にやったんですけれども、めちゃめちゃ大暴れのやつになりましたね。全部大暴れしてて。まあ、そうです。1曲目から2バスめっちゃ踏んでましたもんね。そう、元気。最後まで踏んでた。最後まで。なんだろうね。いや、やっぱなんかね、ああいうバーッと来られるとついね、うん、もう踏みたくなるんで、ね、今日はちょっと控えめに。いや、いつか出そうかなと控えめにやってます。はい、じゃあ次の曲は、打って変わって、早いテンポの、アッパーなファンクロックになるのかなの予定でお送りしようと思います。ロックになるかどうかは、ね、どうなるかはどうなるか、はい、あ、もう高評価もさらに増えていただいております。あとは、視聴者数も増えてきました。はい、じゃあスカートライブ、ドラムからか、ドラムからで、はい、早すぎないテンポで。どれぐらいだったっけ、これぐらいだっけな、これぐらいで大丈夫かな。はい、おい、じゃあ、さらに上がれるように頑張ってみよう。おい、じゃあドラムからいくね。はい、いきます。
やっぱり最後はツーバスだよ。いやー疾走感ありましたね。いやいいね、やっぱりギター2人のね破壊力があるから2人して歪み踏むわって開き直っちゃうともうそうなるしかないですから、ね、もうそうさせられる感じが、いやーすごいね、いやすごいわ、いやいいですね、結構ねあのこの速さでもテンポ落ちずにみんな、みんな普通に熱くなるよね。ライブ並みに。それぞれ、ね、自分のソロ終わった後冷房下げましたか。そういうこともできるからいいですよね。個別温度設定できますからね。そう、僕もあの冷房つけてても熱いというぐらいヒートしてます。はい、コメント、あ、コメント特に来てないけどコメント打てるのかな、もしどうだろう、打てそうですよ。あ、そう、うん、じゃあみんな見てるリスナーが多いんですかね。もうでも、うん、高評価も結構いただいております。ありがたいことです。ありがとうございます。そうだ、あの今日は、動画の下の方のコメント欄に、それぞれの詳細、文ちゃん、山京さん、奈々ちゃん、あと僕の詳細も載っているので、ちょっと気になった方はぜひ見てみてください。このついでに、まず文ちゃんの方から何かお知らせ等々ありましたら。お知らせ等々、多分概要欄に書いていただいたと思うんですけれど、ブンザムスタジオっていう YouTube チャンネルをやってまして、そちらで、生配信のライブを、これはリモートですけど、リモートじゃない今映ってる部屋にギチギチに詰まってやる生配信のライブをやっておりますので、そちらももしよかったらお越しください。次は7月19日の、17時から。7月19日ですね、はい、カズイバンドと称して、ベース長坂一馬くんって方のリーダーの、ドラムが大妻こと、フロントに山崎ゆりえさんで、鍵盤が堤ゆかさんで、僕がギター弾くのをやっておりますので、そちらよかったらお越しください。ぜひぜひよろしくお願いします。チャンネル登録させていただきます。あ、ありがとうございます。今ありがとうございます。あ、僕もまだだったかもしれないし。あ、マジですか。うん、ぜひともぜひとも登録しておきます。お願いします。そのあれだね、19日に、文ちゃんスタジオ にお越しの、山崎ゆりえさんか、はい、サックスの、の、が、22日に僕らまた予定を同じように組んでるので、もし安定したら22日にこのリモートでも参加して、そうですね、いただける予定になっておりますので、また、そうですね、また随時お知らせします。こちらの方は試験放送になるかもしれないですけど、うん、初めて5人で揃ってどうなるかっていうのをやってみようと思いますので、はい、ぜひ文ちゃん、アカウント YouTube チャンネルをぜひともよろしくお願いします。お願いします。お願いします、はい、で次山京さんは何か近々でお知らせ等々ありましたら。そうですね、今ミュージシャンの方でご覧になっている方、RPM で久しぶりにセッションやりますので、18日土曜日にドラムの中村浩君のセッションがありまして、はい、あと7月21の火曜日の方は、僕主催 あのセッションがありますので、どちらか都合つきましたらぜひ遊びに来てください。あ、じゃあ突撃晩御飯な感じで僕も、あ、ぜひぜひ全員集まってきて、ね、あの現実世界で、文ちゃんはそうですね、会ってないし山京さんも会ってない、本当に1年以上会ってないじゃないですか、もしかしたら。あ、そうだね、そうだからね、この前初めてちょっと顔出しで RPM、まあ、はい、パッとちらっと行った、まあ、知ってるメンバーというか、はいはい、このオンラインで会った人がいて、はい、初めましてで、はははで、ようやく5月にはもうオンラインで会ってるのに現実では会ってない、あ、なるほど、初めましてみたいな雰囲気で行ったんですけど、なんか不思議ですね、うん、不思議な感じしますよね。だってこれ本物か分かんないですもんね、もしかしたら偽アカウントかもしれないです。もしかして VTuber かもしれない。実は AI で動いてるめちゃめちゃ似てる人かもしれないですこれね、だからさ、あのね、まなちゃんの方は背景は結構豪華な感じですけど、これ合成じゃないですからね。そうなんですよ。あ、そうなんですか。実際に貼ったり絵飾ったりしてすごい、そう、すごいよね、このね、あの壁の感じとか絵の感じっていうのは、これは全然グリーンバックじゃないっていうのは逆にすごいすごいそう、珍しくグリーンバックじゃないですよね、みんな。あ、確かに。グリーンバックな人多いんですか、結構。なんかね、配信の時にはグリーンバックの人たまに見かけたりするけど、ここまで全員ね、グリーンバックじゃなくずっと使ってる人は
良いとこも悪いとこも筒抜けな感じでございますね今は。いやいや、まあ、スタジオね、後ろはいつも放送してるスタジオ、今普段はこういう感じに、普段はこういう感じです、うん、めっちゃケーブルが巻いてあるのが見えますねもう業、まあ、半分業者だよね配信業者、業おかしいっていうスタジオ兼配信業者でも渡部さん、その背景でもし背景、うん、バーチャル背景にしたらドラムセットなくなっちゃうんじゃないですか。あ、エアドラムしてる人になるんですかね。そうか、緑のあれやればねそれなんか面白いかもしれない、ね、ここら辺になんか人みたいなの合成やってさそれはあるかもね、それできるかも。めちゃめちゃ面白いですね。確かに、すげえシュールな絵が出来上がるそれね、だからさ、あのギターのさ、はい、ペイントをグリーンにすれば、あー、なるほど、背景化できるってことでしょ。だから逆にギターの中にだけ宇宙があるみたいな、そういうことになってるもするわけですよね。ああ、そういうことだね。だからね、ね、昔ね、文ちゃん知ってるか分かんないけど、もじもじくんっていうさ、トンネルズがやってた、あ、はい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 、あのかぶりやつ、うん、あれやれば、あの全員背景になるっていう、そういうことなんです、ね、あの顔ここだけペッて出てくる何の放送なんだっていうちょっとおもろいですけどねちょっと面白いけども、出落ち感半端ないよね、それで1時間やったらそういやね、ちょっとね、僕もやったことないからやってみたいな、今度はちょっとね、緑の色だったらいいんだよね、ちょっとやってみようかな。なんかあのドンキとかで売ってるレジャーシートでも代用できるって書いてありましたよ、どっかに。ああ、あれ、緑である必要って実はないんですよね、確かあれ。あ、そうなんや。緑が人間の肌の色から一番遠い色だから緑が一番綺麗に抜けるけど、別に色指定すればいいはずですよ、確かあれ。青色でもいいはずです、一応。ただ青いのも一緒に抜けちゃうんであれですけど。ああ、そういうことか。そうだね。そうだそうだ、だから僕なんか前、緑色の絵が描いてあるやつがなんか、ね、そこだけ抜けてるとかいうトラブルがあったわ。山木さん、そのギターの赤で抜けばギターがすごくなるじゃないですか。だから、そうかそうか、なるほど。そう、あ、面白いですね、ギターだけカスタムするのってありかもしれない、うん、これ真っ赤なやつ、うん、あ、なんか抜きやすそうですね、うんうんうん、いいですね何の意味があるんだって会話してるけどこれ、あの、ちなみに、山京さんは自身の、スタジオから今リモートでお送りしてるってことですよね。なんかワンちゃんの方は座って、もうね、もうダメですかね、落ち着いちゃってる、ね、もうちょっと絨毯があってね、ここが好きみたいな。あ、なるほど、あのペダルの横にいますねこの前は、自分のワンちゃんが登場でいたんですけど、今日は、いるんですけど下にお客さんという形で、そうですねすごいですね、なんか みんな誰かしら登場するんですね。そうだね、ちょっと僕もね、あ、出てきた出てきたあ、来た来た来た、餌で釣ってますのっそのっそ動いてるんですねはい、まあ、ちなみに、昨日もまなちゃんとやったけど、まあ、システムはヤマハのシンクルームという新しい、音声システムで、みんなやり取りしてやっております、そう、ちなみにみんな、それぞれ打ち込みだったりとか、まあ、作業をパソコンでしてるのでスペックは結構高い状態でみんなキープされてて、なので結構設定的には負荷がかかってるんですけど、あのノイズは結構少なめで、4人でも少なめでお送りできてるので、生配信今現実的にそれぞれの場所でできてるっていうことですね。これすごいですね、ようやく慣れてきたところで、ね、だいぶ慣れてきたよね。そうですね、もう不安ないですね、なんというか、うん、なんかね、そのなんか引っ張られるなっていうのも、うん、極力早いのも遅いのもさ、1曲目と2曲目は随分テンポの差はあったけど、うん、それぞれのフィールがつかみやすいから、うんうん、これは素晴らしいですね。もう音作りもみんないいから驚異的な多分音だと思うみんなだんだんこだわり出すもんだから、いやーね、放送でねこれぐらい出てるっていうのはかなり奇跡的な感じがします。それぞれ音作りすごいからうん、いや、ということで、まあ、52分ぐらいいってるか、次はそうですね、喋ってもあれなので、何か曲をさらにやっていこうと思うんですけど、何やったっけだからめっちゃ遅いのとめっちゃ早いのやりましょう。あ、そうだね、あ、じゃあ
もう一つはレッドクレイをやろうっていう話だったか。はい、はい、割とミドルテンポで、うん、これも結構なんですかね、給付があったりとかそれでみんな感じるのが難しいんですけど、まあ、リハの状態だったら良かったので、はい、ちょっとお送りしようと思います。はい、おい、よいしょ。あ、ドラムだったね、これも。じゃあドラムからいってみまーす。 OK でーす。おーい、
いいね、いいですね。なんかあのやっぱ上がり下がりもねしっかりつけるのっていいですね楽しいですね。うん、楽しい楽しい。なんかダイナミクスもしっかりこっちでも受け取ってるからね、うん、いいね。なんかねもうあの慣れてくるとレコーディングしてる気分になってくるんだよね途中で音に集中してくるとさ、うん、ああレックしてる気分の時になってるっていう時はあってなんか そういうのはねすごくいいね。何かあのすごく頻繁にイヤモニに慣れてくるっていう感じがあるから、うん、これでレコーディングしても慣れる気がするいやいいね。これはなかなか渋いのもしっかりできるし、うん、いいじゃないですかね。あでも見てる人も一定でもう高評価8件もこも来てます。ありがとうございます。はい、生放送で今お送りしております。もう本当なんかトラブル的なの何もないですね。何もないですね、うん、落ちることもないしね。音聞こえないことも、うん、前回突然俺がフリーズして消えたりしたんですけどね確かにいやそうあれびっくりしたよねあれびっくりしましたね。全部が終わったっていう生放送で起こるんだっていう、ね、今日は、もろもろ安定してるかな。全然若干ね多分ね奥の方でフレームが落ちてるっぽいんだけど、まあほぼ、たまになのかな、 0.9% って出てるぐらいのあれなので、たまにまあこうアップロードっていうか、まあ、データを送るときにちょっと障害が起こると、少しデータが欠けるというか音はかなんか途切れないけど映像がなんか落ちることがあるので、まあ、それは多分ネットの、都合になるのかな。これ難しいよね。これはどうにもできないことがあるので。そうですね。どんなに頑張ってもみたいなことありますからね。うん。
まあ今ね業務的なあれにするとみんなの回線音の回線も全部受信して映像の回線も受信してそれを混ぜて送信したりするので、まあ、多少負荷はかかってるくるのではあるんですけど、まあ、でもこの前よりもねトータル的には順調にいってるんじゃないですかね、うん、ですね。ああ安心したちょっとはい、こうやってリモートで、いろいろシステムそれぞれのシステムも安定して、まあ、ライブっていう形で、ね、おのおののオリジナルだったりとか、寄せていろんな曲を寄せ集めでやってあのライブっていうのも実例はしたいしね。そうですね。なんかねあわよくばフェスみたいなのがねもう一日中やってたりとかしたら面白い企画もできるかもしれませんがだいぶ調子がいいので、うん来週ですね22日に、サックスのゆりえさんもお迎えして、生放送できるのかどうかっていうのも試しながらやっていこうと思います。はい、割と賑やかな曲が続いたのでおワンちゃんが動き始めてあまた去ってった。はい、最後じゃあまあバラードになるんですかね。あれ何だったっけ何やってたっけだから山京さん何をそうだ持ち帰らなきゃ箱ですよ箱持ち帰あじゃあ俺も持ち帰るラビングユーですね。あ、そうだ。なんかクロストゥーユーだと思ってた。まあまあ似てるようで似てない。意味合いがね。はい、ラビンユーを。はい。しっとりと、夜の演奏らしくお送りしようと思います。ね、なんかお客さんの顔がちょっとでも見れたらいいですよね。そうですね、なんかあれでもいいですかね、この映像共有は、Zoom だね、うん、Zoom という、まあ、映像アプリで共有して、各自トリミングしてやってるんですけど、例えばね、Zoom に突撃来てもらうとかね、お客さんが。そうですよね、で皆さんもやっぱお家だから、逆に見られたくないって方の方が。そうですね、多いかもしれないですね。人によるかもしれないです。結構なんかお料理しながらって人こういうもの多いみたいですよ。なんかお料理しながら家事しながら。なるほどね。じゃあお料理の BGM に僕らがやるっていう可能性もゼロじゃないですね。ね、お料理真ん中にしてさあ逆にそのもうそうめちゃめちゃプロのシェフかなんか呼んできて企画のメインはそっちっつってそうそう僕らはリモートで生 BGM やってますって言ってでこれね、いよいよ営業みたいになってきましたね謎だよね、謎すぎる。いやでもねちょっとぜひなんか画面で遊びに来たいっていう人がいたら、なんかそういうのできないですかね、なんか朗読劇に生演奏劇伴みたいな。あ、全然ね可能だとは思うんだけどね。なんかそういうのあったら面白そうなんですけどね。そうそう、だからねちょっと規模が大きくなって、こういう風にコラボしたりっていうのもぜひ楽器以外でも、うんなんかできそうですね。できるのでそういう企画をいろいろ考えれたら、今後でもいいかなと思って、ね、やってるので、うん、ぜひぜひ興味がある人は、そうだね、分野問わずお料理の方でもいいし、お料理リモート生配信料理の鉄人リモートっていうのもね、いろいろ考えられるので、ぜひぜひちょっとなんかシステム等々、興味があったらそれぞれの人たちにね、お知らせも下に貼ってあるので、ご連絡くださいということで、山京さんがいいリフをもう弾いてるので山京さん調子はどうですか。マジです。イントロ担当か。はい、じゃあその流れで、ラビングをお送りしようと思うので、山京さんじゃあ弾いててください。よろしくお願いします。Thank you.
Thank you.
や最後に一ロストしましたね。落ちましたね。これもあるあるなんですよね。一瞬壁が映っちゃいます、ね、向こう側がカメラの向こう側が左右反転してみたりもしましたね。いやいやギリギリにトラブル起こるんだよねこれ、うん、こんばんはと来ましてはあの笑いも来てますありがとうございました。そうだね、9時過ぎあたりからねちょっと回線が僕のところもちょっと悪くなり始めて、多分音は言ってるけどフレームがロストしてるのもちょっと増えてきた感じがするので、あら、この前もこの時間ぐらいからなんか、なんだろうな、不安定になったりしてるので、なんかネットのゴールデンタイム的なやつなんですかね。うん、そうかな、9時終わってから何かネット放送が始まったのかもしれないネットドラマとか、なんかまあ細々したところに影響を受けるので、最後の方ちょっとロスト率が高かったんですけれども、まあとりあえず、無事にはお送りできてるとは思います。ちょっとかくついてるかな。はい、今日もありがとうございました。高評価も8件もすでに来てます、ありがとうございます。同時視聴者数も、20人前後ぐらいは、見てくれてるみたいなのでありがたい限りですね。いやいや、どうですか、だいぶ慣れてきたんじゃないかな、環境に。そうですね、うん、もう突然カメラが落ちても冷静にするそこに慣れてきますね確かにね、演奏は何回もやってるから大丈夫だけど、うん、その突然音が落ちちゃったりとかしても、うん、多分もう入り直せばいいやそうそう、おのおのあの何急あの緊急回避が非常に早くなるね、なんかもう あれだよね、ある意味だからさ、急にアンプの電源抜けたとかさ、ね、まあ、あとはね、シールドパーンって抜けて、うん、あれあれあれっていう感じと同じぐらいのね。そうですね、そうなるところが一つ増えただけというかたまにね、スティック飛んでった時にどこだったっけなみたいなと同じような感じで、まあでもね、全体的には音は途切れずにうまくいったので、いいんじゃないですかね。はい、来週22日は、どうなるかわからないんですけれども、まあ、順調ならば、ちょっと放送してみようかなと思うので、よろしくお願いします。はい、ということで今日は、ツインギターの、文ちゃんですね、ギターの文ちゃんと山京さん、はい、お二人の詳細も下に載っているのでぜひぜひ、YouTube チャンネル等々ホームページ等々をチェックしてみてください。で、まなちゃんのリンクも下に貼ってあるのでよかったら見てください。はい、そうだね。今日はスクショしないと。あ、そうだそうだ。なるほど。昨日一回岡くん消してからもう一回出てきましたから。そうだ。スクショタイムをね。そうだ、スクショタイムを、はい、記念撮影タイムですね。今日もやっていこうと思うので。今日は何と撮ろうかな。そうだね。僕もなんか手近に猫がいないパターンですから。そうそう。こんな時に限って2匹とも猫がいない。どうしようかな。あ、じゃあちょっと今読んでる漫画のなぜかのだめを、あ、のだめ久しぶりに読みたくなって借りたんですね。のだめね、僕の学校で撮影してたんで知ってる。あ、そうなんですか。そうそうそう、あのね、よくね、僕も金髪時代で、うんうん、なんか誰だこれちょっと見ない顔だなと思ったら喫煙所にいて、ね、なんか誰だろうだなと思ってぼーっとしてたらエータだっていうね、エータさんだった後で知ってこんな音大生いたっけなってすげえ、そうそうやってたんですよ、そいつは僕のちょうどめちゃ見ましたよドラマの方も、うん、そうだからね、誰かね、遊びに大学遊びに来た時にあのドラマと構図が違うって言って、ここに扉入るとここに行くんだけどなと思ったら違うとこに来たって喜んでた、あ、山口さんがすげえ頑張ってるじゃあそれ何、なんか後ろの方にいた犬を持ってきてみました。あ、ちょうどいいんじゃないですかね山京さん、ちょっと遠いけど遠いけど餌でっつって顔、はい、じゃあ皆さん、スクショタイム、皆さんスクショしてくださいね。じゃあ今日もありがとうございました。ワン、ツー、スリーいきます。ワン、ツー、スリー、はいはい、あ、いいですね、コニャックの回し物みたいな、ちょっといいですよ。
はい、ありがとうございました、はい、高評価もさらに増えて、アーカイブもしばらく、残すので、最初見逃した方とか途中から来た方は、後で見てみてください。後に、まあライブという形でできるように、まあ、試験的に、結局1時間ぐらいお送りしたんですけど、はい、このスタイルでいろいろどこまでできるかっていうのを試してやってますので、またとりあえず来週かな、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さん、もうあとご飯食べて寝てください。ということで、一人一人聞いてくるシステムで、終わってますんで、じゃあ山京さんですかね、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、まなちゃんありがとうございました。また近々、また近々よろしく、どうも。で、文ちゃんありがとうね。ありがとうございました。はい、また、文ちゃんの草中の放送も、ぜひ見てください。で、最後ドラムの渡部正人でお送りしました。じゃあまた来週かな、今週18日に、沼子トリオというバンドで、リモートでライブがあるのでぜひ見てみてください。じゃあまた、お会いしましょう。どうもー。